はい、どうもゆうです。今回はですね、TOTY のエボリューションの方来ましたので、まあ、こちらの方を紹介していけたらなと思います。まあ今ざっくりこう載してるんですけど、まあせっかくなんで、中身から見ていきたいと思います。エボリューションですね。まあどんな感じで来たのかなっていうところで見ていきます。まあ、クロスじゃなくてストップダイエットゼアがもう確か今日までかやったと思うんですけど、まあそれが一番ネックになってくるかなと思うんですけど、まあ TOT はストライカーへの期待っていうところでこれが来ました。まあこの感じだと、まあフォワード中盤ディフェンスできそうな気はしますね。はい。で、一応まあペースが5上がりのシュートが6上がりのドリブルが3上がりでディフェンスが1上がりのフィジカル5上がりとなってまして、ペースが89でシュートが88ドリブルが85体感86ポジション ST プレスタイムプラスは0ってことになってます。でとですね、強ヘッダーがつくってことで、まあ、これが微妙だなと思いますね。高精度とかだったらよかったんですけど、まあ、テクニカルとかなんかそれがついてもなーっていうのは正直思いました。ということで、早速見ていきたいなと思うんですけど、まあまたクライザンがですね、この TOTY の今回のやつを交えてできるようになったということで、まあ、FC ファウンダー持ってる方はこれであれば、まあ、95.4 までいくよという感じになってます。もしくはですね、これがまあなくてもファウンダーがなくても一応95まで行くのかな。もうカットインサイドっていうところですね。カットインサイド、スキルムーブで、ストップライトゼアの、TOTY の今回のやつで一応まあここまでは行くよという感じですね。はい。まあ、ただ、まあ、強ヘッダーに変わるのね、まあ、トリベラプラスとかあと瞬速がなくなっちゃうんですよね。能力のパッと見はこっちの方がいい風に見えるんですけど、まあ、パスとかも含めてですね、僕は、まあ、フィジカルはちょっと高いぐらいかな。まあ、僕は、まあ、このパターンじゃなくて、フィニッシャーパターンの方が強いんじゃないかなって思ってます。はい。で、いう感じになるかなと思いますね。なので、まあ、おすすめには入ってこないかなっていう気はします。はい、次ですね。まあ、こんな感じになってまして、まあこれも結局 FC ファウンダー扱いになってるんですけど、まあファウンダーなしでも使用できるんですけど、まあ、結局これがプラス持ちになるはずなんですけど、プラスなってないですね。TOTY ストライカーで普通つくはずなんですけど、ちょっとここが反映されてないのかな。まあこれも、まあ能力はめちゃくちゃいいんですけど、まあ、ありちゃありっていうぐらいですかね。まあやっぱりストップライトゼアが本日までなるんで、ここまで今日中に持っていくっていうのは結構難しいんじゃないかなと思うんですけど、使えるんだったらまあ正直能力もめちゃくちゃ高いですし、まあ悪くはないですね。4号で、まあ、こんだけの能力あれば十分かなと思うんですけど、まあ他の今までのババジレであったりとか、あの辺クライザン、今回のクライザンとかの方が強いかなっていう気はします。はい。で、一応まあこっちでまあ簡単に見ていこうかなと思いますね。まあフットウィン上ではオーバメアンが一番上に来てて、まあオーバメアンがまあこういう感じになるよという感じですね。まあこれだったら別にやらなくていいですよね。正直パワーヘッダーついただけだし、やらなくていいかなっていう気はします。まあジョタとかもそうですよね。今の能力の単純な上げとプレスターっていうところになるかなと。で、これがまあシルバーですけど、これはまあ無理だな。まあ単純に上げるやつだけこっちで見て、あとはですね、基本的には EGSBC で見ていこうかなと思ってるんですけど、まあ、これももらえるやつで、まあ、ペースは92になって、シュート92なんですけど、まあ他の部分が、まあこの時期にしてはっていうところはありかなと思うので、まあ僕はあまりお勧めしないかなと思ってます。はい。ってことで、やっぱりあっちで見ていきます。EGSBC ので見ていきたいと思います。はい。まあ、この EGSBC だったら、一応基本的には今あるやつしか出てこないので、まあ、こっちの方が見やすい
は見やすいですね、やっぱり。あの、フットビンだとどうしても過去のやつとかも出てくるので、いや、これ作れないやんっていうのが多いんですけど、基本的にはまあ、うちだったら、あの、今作るやつしか出てこないんで、まあ見やすいかなっていう気はします。ただまあ結構大変なやつなのと、ものによっては棒が多すぎてわからないとか、まだ自分が持ってるやつだけ入れるっていうのもありなので、まあ、例えばこれ FC ファウンダー抜いちゃってもいいんですけど、基本今これ FC ファウンダーありきになっちゃってるので、例えばですね、これをもう FC ファウンダー外しちゃって、まあ、それだけでも多分、もう結構 FC ファウンダー使った人多いと思うんで、はい。まあ、これとかだったらだから、こういう感じですね。さっき見てた 95.3。ストップライトゼアと TOTY とスキルムーブとカットインサイドっていう風になりますというとこですね。まあこれもそうですよね。まあこれが一番見やすいかな。で、これ4号で、うん、まあフィジカル95なんですけど、やっぱこれとかだと僕ババジレでいいかなっていうとこ思うんで、せっかくウィークフットとかストップライトゼアとかスキル使うんだったらこの能力ってなんか、うん、あんまり魅力を感じないなとは思います。そうですね。だから今回のは掛け合わせにしてもちょっと物足りなさを感じるというか、能力のこのトータルを見たとしても、普通のこういうスキル、カット、ストップ、ライト、フィニッシャーとかの方が90超えがやっぱ多いですよね。こっちで90超えがほぼないので、まあそれで言ったら今回のやつは今のところは一旦スルーでもいいのかなと思います。まあプレイスタイルが例えばもともと1個でも持っててもいいよっていうんだったら良かったかなとは思うんですけど、まあ、これとかもそうですよね。44なんですけど、なんか微妙なんですよね。能力値がつば抜けたものがないというか。まあ、今とか SBC とかでベストとかも来ましたし、まあ、前線がスミスカードが思ったより安くできてるんで、まあ、そこをどうなのかなっていうところはやっぱありますよね。はい。まあ、なので今回のアイコン、TOTY に関しては一旦、置いておくっていう形でいいんじゃないかなと思います。もう全然優先しなくていいと思うので、まあ、これがやっぱり一番質問としては多いかなと思うんで、まあライブでもあったんですけど、まあ僕はこれに関してもレートだけ見たらこっちが上なんですけど、僕はフィニッシャーで終わらした方がパワーヘッダーよりかはいいかなと思うんで、それだったら瞬速もつくんで、僕はこちらをおすすめ。